1981年に発表されたアメリカの SF 作家フィリップ K ・ディックの SF 小説。バリスの現代、バリスはバストアクティブ・リビング・インテリジェンス・システムの頭文字を並べたもので、日本では次のように訳された。バリスの意味や表彰自体は明示的でないが、著者、ディック自身が抱く神への独特な具能主義的なビジョンを包摂している。バリス三部作の 1> 第1作目。1971年、カリフォルニア。主人公の SF 作家、ホースラバー・ファットは、友人の自殺をきっかけに現実を喪失し始める。薬物依存と精神衰弱の果て、ついに、1974年3月、ピンク色の光線を額に照射される。ピンク色の光線は、ファットにとって、心的刑事を含む、高密度情報として知覚され、 そこで得た情報の一部に基づき、現実に息子の先天的疾患を発見する。このことで、ピンク色の光線の神秘体験が厳格ではないと考えるようになり、情報の配置によって生成される宇宙についての理論や神についての独自の進学を日誌に書き綴るようになり、これを釈議や大ソビエト図鑑などと名付け、友人たちと愛もない論争に吹けるようになる。 しかし、ある映画、作中映画、バリスを見たことで、事態は変容する。同映画には、サブリミナル効果と暗号によるメッセージが隠されていた。ファットが、独自のものと考えていた自らの進学と同じ、情報の源泉に触れた人間にしかわからない、メッセージを直感し、友人たちと同映画を制作した、小さなカルト団体を訪れる。そこでは三人の団体員が、 怪しげな研究と実験に吹けっており、何やらバリスの理解に到達し、さらには真の神を誕生させることにも成功したと語る。そして、救世主、キリスト、神などといった商用とともに、ファットたちをついにその真の神と開口させる。それは、ソフィアと名付けられた一人の少女だった。いぶかしみながらも、ソフィアの語る言葉に耳を傾けるうちに神を、 確信するファットたちであった。やがて、ファットは、自らがディックであったことを想起することに成功する。ソフィアの誕生で、ヤルダバオとデミウルゴスクルッタ神といった象徴で、語られる、古い偽神による、支配の時代が終わり、千年王国が訪れる、かに思われたが、致命的な事故が起きる。団体員のうちの一人が、ソフィアの額に高出力ビームを照射しの大髄ごと、 焼き殺してしまう。バリスからの情報出力をより確かなものにしようとした、果ての事故であった。ディックたちは、命からがら団体から逃げ出すが、いつしか、すべてが夢であったかのように噛むや、救済の予感は無賛してしまう。唯一と思われた、救世主ソフィアの喪失の傷は深く、いつしかディックは、またファットに分裂してしまう。元あった陰鬱な日常が物語を包む。 何も起きない、孤独な部屋の中、テレビの前に座り、ファットはまんじりともしなかった。ただ待ち続けた。ただ待ち続けた。1974年2月20日、ディックは親知らずを抜き、その際のチオペンタールの効果から回復しつつあった。追加の鎮痛剤の配達を受け取るためドアに応対に、出ると、女性配達員が彼が、 ベシクルピスキスと呼ぶシンボルのペンダントを身につけていることに気づいた。この名称は彼が二つの関連するシンボルを混同していることに起因すると見られる。一つは二つの子を描く線が交差して、魚の形になっているイクくつで、初期キリスト教徒が秘密のシンボルとして用いたものである。もう一つは二つの円が交差した形の馬イカピスキスである。女性配達員が立ち去ると、 ディックは奇妙な幻覚を体験し始めた。当初は鎮痛剤に起因するものと思われたが、何週間も幻覚が続いたためディックは鎮痛剤のせいだけではないと考えた。私の心に超越的で理性的な精神が侵入するのを体験し、これまで正気でなかったのが突然正気になったかのように感じたとディック自身がチャールズ・プラットに語っている。 1974年の2月から3月まで彼は一連の幻覚を体験し、これを2から3から74と名付けた。ディックによれば、最初はレーザービーム時科学模様の幻覚が見え、時折イエス・キリストや古代ローマの幻影が見えたという。幻覚は長さと頻度が増していき、ディックは自分がフィリップ系ディックであると同時にローマ人に迫害された。 紀元一世紀のキリスト教徒、トーマスでもあり、二重の人生を生きていると主張し始めた。ディックは自らの体験を宗教的に解釈しようとし始めた。彼はその超越的な理性的精神をゼブラ、ゴッド、バリスなどと呼ぶようになる。彼はその体験をまず半自然的小説、アルベマスに書き、さらにバリス、聖なる侵入。 ティモシー・アーチャーの天章というバリス三部作を書いた。ある時ディックは預言者エリアが乗り移ったと感じた。彼は流れよ我が涙と警官は言ったが、自身が読んだことのない聖書の首都行伝の物語を詳細化した改作だったと信じた。ありがとうございます。